That concludes the presentation for today. Thank you all for attending. 皆さん、パナソニックの電子黒板パナボードはご存知でしょうか。パナボードは会議やプレゼンテーションを効率よく進めるツールとしてご活用いただけます。普段お使いのホワイトボードなどではボード上に書かれた内容をノートに書き写したりするため会議に集中することが難しいと思います。パナボードを使えばボードに書かれた内容をそのままコピーできるためノートに書き写す手間を省け会議に集中できます。使い方は簡単。会議終了後にスタートボタンを押すだけでボードに書かれた内容を大型スキャナーで読み取り SD メモリーカードや USB メモリーに保存したり備え付けのプリンターから印字することができます。また最近ではペーパーレス化が進みパナボードとパソコンを USB ケーブルで接続し読み取ったデータを直接パソコンに保存することができます。しかしケーブルの長さによってはパソコンの位置が限定されたりケーブルで接続した人しかデータを保存できないなど使いにくい点もあります。今回その使い勝手を改善する Wi-Fi 接続をご紹介いたします。まずはじめに無線 LAN 接続をするための準備を説明します。市販の SD 無線 LAN カードをこちらに挿入します。次にパソコンから SD 無線 LAN カードに接続します。これで準備が完了しました。それではホワイトボードに書いた内容をパソコンに取り込んでみましょう。スタートボタンを押すと読み取りが始まります。次にパソコンのブラウザーを使って SD カードにアクセスします。ここに読み取ったデータが保存されていますのでパソコンのフォルダーにデータを保存します。同時に複数のパソコンからもアクセスできますので管理者は会議終了後にデータを配布する手間から解放されます。また無線ですのでパソコンの操作場所も限定されずにお使いいただくことができます。パナソニックのパナボードは快適でスムーズな会議運営をサポートいたします。Panasonic